はいどうも、純猫好きチャンネルです。あははのハンハンハン、言うとりますけども、今日はですね、仰向けの施術に初挑戦です。よろしく。です。はい、まずすねの筋肉いこっか。すねから足の筋肉つながってるとこな。で、長視神経なんだけども、ここにすねの骨があって、すぐ横に筋肉の厚みを感じると思うねやんか。その筋肉の終わりのとこを押していって。終わりのとこ、うん、押し方はこんな感じで両手でいこうか、しっかりいこう、両手でギューってに、そう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 、握るようにいこう、もっと握るように、こっちの指も挟み込むようにグーっていかなきゃよ。で、筋肉に向かって垂直圧な、ギューッとしていく。合ってます、ごめんなさい。ちょっと下に入っちゃってますか、うん、下に入ってる。ちょっと下に入ってる。ごめん。はい。あ、いいですね。はい、どんどんポイントを移動していくよ。足首までいくよ。発想はラインずれてるな。もうこう来て、あ、合ってるか、合ってる合ってる。で、このまま足首な、こっちに来るからね。うん、こんな、ここまでね。いや、これ別に指曲げんでも構えへんからな。このままグーッと押して、もっと面でベターっと押しに行った方がいいわ。で、ポイントもうちょっと上やな、もうちょっと上。そう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 、ここ行かなあかんね、ここ。ここまでか。うん、はいよ。うん、で、足首ちょっと待ってな。足首特にここ、この筋肉の束を感じて、これ。それギューっていこう。ちょっと下すぎひんかな。束感じた？これかな。それをギューっていこう。ギューっと。どうした？うん。足首まで行った、うん、で、そしたら次は足の甲を行くで、で、筋肉の筋肉感を感じるのはこの辺までやねんけど、うん、こっから腱になってバーッと細くなっていくねやんか、はい、だからグリグリってゴリゴリってするのが分かると思うね。その全体を掴んでしっかり捕まえてグリってほぐしてみようか。グリッとしっかり掴んでな、うん、で、こっちの手は要は足の裏に持っていく。そう。で、片手無理やったら両手でいこう。なんか違いますな。どこまでいるんですか。うん、足の指の手前で終わって構えへんで、まあ、この辺でこの足の甲全体をほぐすイメージね。グリグリ、もう円描くようにしようか。ほんなら円描くようにで、当てるところは指全体当ててペタッて当てて円を描こう。なグリグリグリゴリゴリゴリっていうのがあるから、
よし、そこまでいったら次は足をガンと両手で挟んでグリグリ、そうそうそう、まずガシって掴んで、そうガサって掴んだ、うん、そしたらゴリゴリゴリ、もっと挟もうか、もっとしっかりガツン挟んで、もっともっともっとグリって強くてこと、そうで、そのままグリグリグリ、そう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 、これ大丈夫、弱くない、ちょっと弱い、ちょっと弱い、弱い、もっとできますね、もっとできますね、そうや、うん、もっとそう嘘ちゃうよ、こんなこれぐらい、うん、それそう、骨と骨をグリグリグリって、うん、それでいいよ、これはこの場所でいいですか、もっと上でいいですか、うん、そこだけでも構わへんよ、うん、そうそうそう、これめっちゃ痛かったもん、でほんまに硬かったらそれとプラスこの骨と骨の間に指入れてグリ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 してあげたり、この丸山くんの足の場合さ、もうそんなに筋肉固まってないから、うん、ちょっと難しいかもしれへんけども、骨と骨の間に指グッと入れて、柔らかいんだ丸山さん、うん、柔らかいね、しっかり指動いてるな、これやると全然違う、全然違う、丸山さんはやってもらってるんですか、自分でやってるんですか、自分でやってます、あ、自分でやってんの、うん、そうですか、それは一個一個の指に筋があるってことやもんな、うん、もっともっと足をガッていった時にガッて掴んでグリグリ、こう親指の方に意識を、ああ親指の方に、あんまりこっちになく、こっちの方に意識がある、4指じゃなくて的に気持ちちょっとこっちの感じ、回す感じ、こういう感じですか、オッケー。逆足行こう。逆足。逆の方向こっちやから、こっちから、うん。そうそうそう。Oh, boy.
ゴリゴリ感を。なんかこっちの方が分かるな。さっきの足よりね。立ってるポジションの違いじゃない？そっちのポジションの違いか。うん。そうか。で、どうやってこうやって。これっすよね。肩甲骨まだいけます。こう挟みますね。ここもっと挟む、もっと挟める。だからつままれてるよ。どちらかというと。つままれてちょっとこう擦られてるよ。まずガバッと掴んでみ、ガバッと。ガバッと。掴んだ？うん。掴んだ。そのノリでいいかなか。ガバッと掴むノリでいいかな。手が逆ではないの。手が逆じゃない。うん。まあ今こうやってるけど別にこれでもいいわな。よし、じゃあ骨幹いこう。交換？骨幹。骨の間の筋肉、骨幹、はい、やろう。骨、はい、そう、それそこら辺から寝ることはすごい、ね、こっからスタート、こら辺、そう、こう上がっていく感じです。そう、あ、こう、なんか形がいいですね。うん、そう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 。あ、私はこれやらないと、だって全然違うこと、こうやっちゃダメでしょ、手術中に。確かに探してもらう、気にならない。もうこうやったら確実につかない。これあり、これあり、よし、じゃあ挟み込んでグリグリいこうか。もっと挟もう。なんかこう押されてる感じですね。押され、あ、こういう感じじゃなくて、どっちかというとこうなんかされてる感じです。なんか、うん、ガン、こう、こう、そうですね、ガンってこう、こうですね。あ、大きいなった。グリッグリッって。これどうですか。はいはい。そんな、こんな危険。意外とやっていいよ。結構挟んでるけど。うん、挟も挟も。6000。ちょっと外らした方がいいですか。ずっとやってると多分痛いですね。ちょっと外します。あ、場所な、はい、うん、そうやな。微妙にずらしつつやらない。そうそうそう、そう、そうしないとずっと痛くない。うん。ゴッケー。もう限界来てるやん。いや、全然やね。全然か。全然。よし、じゃあ一旦休憩しようか。おっしゃー。オッケー。はい。これ親指力ちゃうやん、こうなったら。今のはね、